バミューダトライアングル、バミューダトライアングル、バーミューダトライアングルは、フロリダ半島の先端と、大西洋にあるプエルトリコ、バミューダ諸島を結んだ三角形の海域。昔から船や飛行機、もしくは、その乗務員のみが消えてしまうという伝説がある。この伝説に基づいて、多くのフィクション小説、映画、漫画などが制作されている。超常現象を取り扱う雑誌や、 書籍やテレビ番組の報道によると、通過中の船舶や飛行機が突如何の痕跡も残さず、消息を絶つ海域とされる。消息を絶つ直前に、コンパスや景気の異常等の兆候があるとされる。100年以上前から100を超える船や飛行機、1000以上の人が消息不明となっているとされる。魔の三角地帯、または三角海域、三角水域とも呼ばれている。 バミューダトライアングルが魔の三角海域として知れ渡ったのはチャールズ・ベルリッツ著書1974年日本語大謎のバミューダ海域からである。同書は世界20カ国語に翻訳され総発行部数500万部以上の世界的ベストセラーとなり、この伝説が人々の間に広く知られることとなった。しかし、 アリゾナ州立大学図書館の司書であるは、著書、バーミューダトライアングルミステリーソルベド、1975年、日本語大、魔の三角海域で、ベルリッツが書いた36件中少なくとも23件は、事実の認は賄曲、誤調、創作によるもの、バーミューダトライアングルの伝説は、要するに恋に作られたもので、それはまずずさんな調査に始まり、 ついで誤った概念や間違った推理、あるいは人々の興味や関心を煽ろうとする作家、超常現象としての支持者たちによって恋にあるいは無意識的に作られたものに過ぎないと主張しており、以下のような指摘をしている。事件について書かれた記事を引用する際に勝手に内容を改変し、単なる遭難事故を、怪事件に仕立て上げてしまう例や、 関連書籍等で事例として取り上げられた、遭難事故の記録が存在しな、完全な作り話である例もあるという、とんでも頂上現象99の真相などを参照。また、ある種の得意な事例、完全な晴天時に乗組員のみが消えてしまうなどのほとんどは、事実を誇張、または歪曲したものであることがわかっている、下記関連書籍参照。また、下記関連書籍でも、 調査の結果指摘されているように、バミューダトライアングルの伝説が広く知られるようになにつれ、大福丸転覆事故や、シティオブ、グラスゴー号遭難事件、ベラ号遭難事件のように、大西洋上の異なる、海域、数百キロ、あるいは千キロ以上離れた場所で起きた事故や遭難も、バミュートライアングルで遭難したかのように語り継がれる、ことが増え、実際にこの地域で起きた事故をはるかに上回る。 数の遭難が関連付けられることとなった。中には1902年のフレア号遭難事件、発生場所メキシコ西岸沖や1950年のグローブマスター木爆発事件、発生場所アイルランド沖のように、発生現場が遠く離れた太平洋や北海近くの北、大西洋であるにもかかわらずこの事例に入れられたのも存在する。 また1840年のロザリー号事件や1962年のパイパーアパッチ機事件のように該当する事件や船舶、飛行機自体がそもそも存在していなかったり、1969年のビルベリティ事件のように、バミューダ海域で突然と姿を消したとされた人物がその後もヨットで後悔をしていたり、1950年のサンドラ号遭難事件のように、 大福丸転覆事件同様に都合のいい部分を改ざんして、さも謎の消失をしたかのように装ったりするなど、明らかに鉄道こじつけの類のものが存在する。中には1972年の VA ホックワクチン事件のように、発生場所がメキシコ湾王のテキサス州、ガルベストン沖であり、様々な調査から原因などが判明し、乗組員の遺体も何体か収容されていることなどから、 バミューダ・トライアングルの肯定者の多くですら謎の消失事件としていないものでさえ、いかにもミステリーな事件であるかのように改ざんして、謎の消失事件であると主張するものすら存在する。その結果ますます、伝説の信憑性が増すという悪循環を引き起こすことになる。多くの場合は、ハリケーンなどの悪天候時に起こったものや操縦ミス。 景気の確認ミスであり、船や飛行機などの遭難件数が他の一般的な海域よりも多いという事実はない。この地域はハリケーンや霧の多発地帯として有名であり、ハリケーンに遭遇して遭難したと証明されている案件も多い。また、周辺に目印となる島や構造物もないため遭難しても救助されにくい。 特にこの海域は強力なメキシコ湾流が流れており、短時間で航空機や船舶の残骸が遠くに流されるということも考えられる。一例として、1945年12月5日にアメリカ海軍のアベンジャー雷撃機5機が訓練飛行中に消息を絶った事件について、バミューダトライアングルの典型的な飛行機消滅の頂上現象として長期にたり出版、報道されている。 このエピソードの紹介の際に語られることが多い。どっちが西かもわからない。何もかもが変だ。方向がつかめない。海さえ普通じゃない。白い水に突入などの隊員のセリフは、実際の通信記録には存在しない。また、当日午後7時4分に、マイアミ管制等の管制官が、FT、FT という内容のい、はるかに遠い、かすかな無前を傍受していて、 FT はこの消息を絶った5機のコールサインであり、しかも傍受されたのは燃料切れになったはずの時刻から2時間も経っていたとする話もある。午後7時半8時くらいまでは飛行できるだけの燃料を積んでおり、この時点では燃料切れは起こしておらず、通信記録からこれは訓練生のボス少尉位から飛行教官のテーラー中への呼びかけであることが分かっている。 上記鉄造説が一般化するまでは様々な説が唱えられたことがあり、現在においても当時の説が繰り返し出版報道されている。それらの主なものは以下の通りである。バミューダ海域には宇宙で見られるようなブラックホールが密かに存在し異世界と通じていて、それに飲み込まれてしまうと戻れなくなるのだろうという説。 確かに残骸が残ることはないだろうが、そもそも周囲の海水はおろか大気すらも再現なく吸い込まれてしまうと考えられるため、少なくとも現代の科学で証明できるような証拠は存在していない。宇宙人が UFO を使い、航空機や船舶そのものや乗客、乗員をさらったという説も UFO ブームが起きた1940年代後半以降一時左んに取り沙汰されていたが、 これを証明するような証拠が何もない上に、もし本当に宇宙人や UFO が実存していたとしても、なぜこの場所を選んでさらう必要があるのか、証明されていないばかりか、さらわれたはずの航空機の残骸と搭乗員の遺体が発見されるなど、辻褄が合わないことがほとんどである。ワーナーブラザーススタジオのアトラクションで再現されている。リチャード・マッカイバー博士により唱えられ、また、 オーストラリアのメルボルンにあるモナシュ大学、ジョセフ・モナガン教授、学生デビット名によって2003年9月にアメリカの物理学史に発表された説である。しかし、実際には航空機や船舶の残骸が発見されているほか、メタンハイドレートが発生したことと遭難の因果関係を証明する事案は一件も確認されていない。だが、コンパスがおかしくなったりすることもある。 レ気の塊が海面に落下し、バースト、破裂したように強風を引き起こす現象という説。これは従来のレーダーに捉えられず、短期間で収まるため、消滅事件の原因として注目された。ただし、マイクロバーストは低空でしか発生しないため、航空を飛行する飛行機で事故が発生する理由は説明できない。年月日にフジテレビ系で、 放送された奇跡体験。アンビリバボー内において電子雲なるものが原因ではないかとされる考察が特集されていた。この説はワームホールができることによってこの近辺を飛行する航空機、航行する船舶がタイムスリップすることが残骸を残さず行方不明になる事故を起こしていると考えるものである。なお電子雲は原子核の周辺を回っていると しばしば形容される電子が、量子論的には、確率的にぼんやりと存在するものであることを、比喩的に表現したミクロの世界の用語であり、水蒸気から細かい水滴が発生することで見える、通常の雲のようにふわふわとそのあたりに浮かんでいると、いったようなものではない。近世以降探検家たちに恐れられた粘りつく海、サルガスソ海は、この海域にあり、 海難事故がそれによって起こると考えられる。詳細は、サルガスソ海参照のこと。30年ほど前に消えた、旅客機と戦闘機が全く同じ状態で、中の人間のみが、ミイラ化、または白骨化した状態で見つかったという奇談もあり、日本のバラエティ番組などで真実であるかのように、語れている。これらが作り話であったことは、証明済みである。 サンチアゴ航空513便事件を参照。太平洋の千葉県の島崎、小笠原諸島、グアムを結んだ三角形海域を、チャールズ・バーリッツなどのアメリカの超常現象研究家は、バミューダ・トライアングルになぞらえ、ドラゴントライアングル、内市日本の魔の海域と呼んでいる。これは、明神省での調査船遭難事故や、 バリグ・ブラジル航空機遭難事故が歪んだ形で海外に伝わったことで発生したのである。1984年、ブラジル・サンパウロ市で発行されているホリアデ・サンパウロ・ホール派でエス・パウロ新聞はブラジルのバミューダ・トライアングルと題する記事を一面貼り出して出版し、この三角形は リオデジャネイロ市の中心部のカリオカ広場、ラルゴデカリオカ付近に存在する3つの巨大高層ビルに囲まれる領域である。これらは政府系企業の本社ビルであり、公費の合法的な無駄遣いが多いことで有名であった。あまりにも巨大すぎる無駄遣いを象徴するために、ブラジルのバミューダ・トライアングルといううつつを用いた。この三角形内では飛行機や船は消滅しないが、 車や財布はしばしば消えてなくなる、お金が際限なく消失するからである。お金は、性転化良好な天候の下でも消失し、しかも消失の過程が全く不明であるという、例え話である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。